今日は9月の22日、月曜日です、これからですね、ここに今映っているこれですね、これはあのチャパエンシスです、まあ、JLO キットの中で、最もアネクトキルスの中で大きな、まあ、葉っぱになる、まあ、種類ですけども、バーマニカスとこのチャパエンシス、まあ、花が黄色なんですが、バーマニカスが咲くのはだいたい12月ぐらいなんですが、ここに今あるこれですね、これもう種ができてます。まあ、種ができてるってことは当然その前に花が咲いて、まあ、虫かなんかが交配したわけですから、今日が9月の22日ですから、まあ、おそらく 4,50 日前に、虫が交配したんだとすれば、花が咲いたっていうのは8月の上旬または7月の下旬ぐらいということになりますね。とても葉っぱも大きいです、他のアネクトキルスと違ってかなりこう大きくなりますね。おそらく10センチぐらいあるんかなと思います。まあ、これが、種が熟しているかどうか天然物なんで、まあ、分かんないんですが、実はこのつぼみ、種ですね、まあ、種というよりはこの鞘の中に細かい種が入っているんですが、この上に、まあ、実は、種がついてまして、これですね、ちょっとピントが合いづらいかもわかんないんですけど、品物が到着して、すぐに弾けてしまいました。まあ、それなのでもう完熟しているっていう状態ですね。まあ、今これクリーンベンチの前で、撮影してるんですけども、このように弾けてしまいますとですね、消毒するのが大変なんで、まあ大変というよりは、そのどの程度消毒すればこれがカビやコンタミが出ないで、まあ、発ができるか、まあ、そういうことを考えると難しいってことなんです。今こちらの状態ですと鞘が割れてませんから、中は真空状態、まあ、無菌状態、まあ、真空というか無菌状態ですね。まあ、これなので、今このコップの中に消毒するための液が入っているんですが、これからこのつぼみじゃなくて脂肪を切り取ってですね、消毒して種をまこうと思っています。バーマニカスは、まあ、うちにもたくさん苗できてるんですけど、本物のチャパエンシスは、実際、手に入りませんで、ブリードしたものっていうのはうちにもあるんですけど、天然物っていうのは、まあ、花があるとかこういう種がついてないと、苗だけの状態だとバーマニカスとかどっちか区別がつきませんけど、今この状態ってことはバーマニカスではありえないので、チャパエンシスっていう、まあ、ことなわけですけども、だいぶ前にバーマニカスいっぱい手に入れたことあったんですが、色がちょっと違うようですね。模様も違う感じがします。もうこっちは新しい葉っぱですね、新しい葉っぱができています。まあ、これからこれを消毒して撒いてみます。